まず佐野優雅くんはを選んだ理由はやっぱり自分が小6、佐野優雅くんが中1の時に初めて出会って、ずっと同じ系統、まあ、同じジャンルのダンスを踊ってきて、振り付けを考えるだったり、いろんなことでの波長が合うかなと思って選ばせていただきました。翼はこうやっぱりずっと一緒にやってきてるんで、一番まあ信用できるっていうか、頼れるっていうか、まあ、一番長くいると思うので、そういう点では結構ラフに接せられるかなと思います。渋谷優雅くんを選んだ理由は、ダンスもちょっとこの二人とは違う自分にないものを持っているので選ばせていただきました。そうですね、やっぱ僕にもないものっていうか持ってるので、チームとしても、すごく高め合っていけるかなと思っています。背格好がもう綺麗に一緒なので、バチッと揃えるっていうのが一番強いんじゃないかなっていう、全体としていいものになればいいなと思っていますし、チームとしてはもちろん3チーム、他の3チームに負けないように、どのチームよりも全力で1位を勝ち取りに行きたいと思います。